ロワール渓谷は、フランスのロワール川流域に広がる渓谷。アンボワーズ、アンジェ、ブロワ、モンソロー、オルレアン、トゥールといった歴史上の重要都市が点在し、また、何よりも数々の名城が現存していることから、フランスの庭園の異名を取る。また、かつての宮廷が多く置かれ、天河なフランス語が発達したことから、フランス語の洋ランとも呼ばれる。二千年にメーヌ川から、 シュリー・イシュル・ロワールまでの渓谷の主要部分がユネスコの世界遺産に登録された。なお、これに伴い1981年にシャンボールの城と領地として単独登録されていたシャンボール城はこの物件に包含されることとなった。300を超えるロワールの古城のうち初期のものは元来中世に城塞として建造され始めたものであった。例えば、 1429年にフランス王シャルル7世とジャンヌ・ダルクが最初に対面したシノン城も元はイングランド王ヘンリー2世が軍事的理由によって築いた城塞であった。ルネサンス期のフランスは1世紀の頃から政治の中心はパリに移されたもののロワール渓谷はなおも王族とか代わりが深かった。例えばルイ12世の時に大改修が行われたブロワ城は 続く歴代の王フランソワ一世、アンリ二世イラにも使われ、ギーズ公アンリが殺害された1588年の三部会の舞台ともなった。また、ロワール渓谷国最大の城であるシャンボール城、美しさで知られるシュノン僧城やアゼイコール・ルイコールリド城などが築かれたのもこの時代である。ルイ14世の頃からはベルサイユ宮殿の存在によって、 ロワール渓谷の政治的な重要性は失われたが、その後も改修などは継続されたため、主要な城は捨てれることはなかった。ただし、フランス革命期には多くの城が破壊され、盗難にも見舞われた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。